はいどうも、チャンネル変わらんど、川本文明です。今日はですね、あの、バンダイさんの生き物大図鑑に、最新作が登場しました。こちら、生き物大図鑑、カブトムシ06。それでは行きましょう。チャンネル変わらんど。さあ、というわけで今日はですね、あの、バンダイさんの生き物大図鑑に、最新作が登場しました。カブトムシ06、ありがとうございます。カブトムシ06待ってました。ありがとうございます。待ってました。待望の最新作、カブトムシシリーズ。大人気のシリーズでございます。今回もリアルな造形で、色彩で、そしてフル稼働でお送りするこの最新作待ってました。もう4月頭からずっとね、このことばっかり考えてました。僕もうね、もう何をしててもカブトムシ、何をしててもカブトムシ06、06って、うん、本当ですか？本当ですかこれ？わかんないです。うん、でも本当楽しみ。なんでね、今回もね、やってきたんで、その前にね、楽しみなラインナップ。あのね、これ前回で新作情報でちょっとやってるんで、まあ、サクサクサクっといきたいと思いますんで、皆さんでもう一回ラインナップおさらいしていきましょう。それでは行きましょう。ラインナップ。さあ、ラインナップいきたいと思います。まずはこちら。アトラスオオカブト出ました。ありがとうございます。アトラスオオカブトでございます。いや、これはすごいよ。このね、画像を見るだけでもう、どんだけリアルなんだと楽しみだな。アトラスオオカブト。はい。さあ、続きましてこちら。クラビゲール縦頭のカブト出ました。ありがとうございます。縦頭のカブトやばいな、この色。やっぱね、このちょっと違う色のカブトムシは絶対欲しい、手に入れたい。違う色だから欲しいです。お願いします。これぜひともぜひとも僕の手元に来てください。はい。さあ、続きましてこちら。大津の麺型カブト出ました。麺型カブトだって、なんか黄色、オレンジっぽい麺型カブトっていうのがいたんですけど、このまた全然違う形なんだね。もういろんなのいるんだよね、カブトムシ。すごいな、まだまだいるんでしょうね。はい。さあ、続きましてこちら。ウガンデンシス大津のカナブンかっこブルー出ました。ブルーだよ、これは欲しい、絶対欲しい。そしてしかもレアでございます。ありがとうございます。レアでございますありがとうございます。うわー、いつもなこのタイプのやつは俺は手に入らないんだよな。ゴライアスの時も全然入らなかった。最初は入ったけどね、そっから2つは入らなくて、後で1個ねいただきまして、プレゼントしていただきましてね。だからですね、今回もどうかな、これレアですから。はい。さあ、そして最後はこちら。ウガンデンシス大津のカナブンオレンジ出た。レアレアだ、また。いや、この色も絶対欲しいもんな。ブルーでもオレンジでもいいから。これただね、レアなんで、レアが2つあるってことはね、5種類中レア2つだとちょっと確率上がるじゃないですか。レアが2つだから、1個だとめっちゃ少ないんですよ。でも2つなんで、どっちかは手に入るんじゃないかと期待しながら回していきたいと思います。いや、回しました。はい。さあ、以上の全5種類を今回は5回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、バカリーミニブックです。生き物大図鑑カブトムシ06、見てください。このパーツね、こうやってパーツとか、そしてこちら横の方にラインナップ、パーツとかが全部こう説明されてます。1本目は大津の麺型カブト。うーわ、すごいよ、この色色彩見て、このツヤ感やばい。いや、すごいリアルだな、これやばい、出来半端ないの、これやばいっすよ、これ。もちろんこちらね、ほら、こう稼働しますよ、角稼働。この胸部と頭部ね、胸部、あ、こっち頭部ね、こっち胸部と腹部で稼働してね、この見て色のつき方、もちろんこの足も全部ね稼働します。これ触覚も稼働します。ほら、足全部こう稼働、しかもつきやすくなったからね、結構丈夫になったんで遊んだりもできると思います。見てください、めちゃくちゃ良くないですか、裏側こんな感じ。いや、すげえリアル、マジでやばいんですけど、これすげえいい、これめちゃくちゃいいな。
すごいよくできてる。こちらですね、85ミリでございます。85ミリ、そして10箇所稼働でございます。ということは、はい、そうです、今回なんとですね、この羽が稼働しない、開かないから、この複節が動かないということで、今回はですね、こちら羽動かないバージョン、開かないバージョンでございます。なんでこれ、こちら一応この穴開いてるんでね、あのスタンドとか余ったやつのこうやって横でこう、横の状態でこう飾るのがいいんじゃないですか。あの前みたいにこう飛行形態でこう縦に飾らなくて、横の横にこうつけるっていうね、そういう感じで飾ることができるんじゃないでしょうか。めちゃくちゃいい、これよくできてるわ。これじゃあさ、あの本物の画像も用意してますね、見てみましょうよ、どうぞ。はい、こんな感じ。うわ、見て、ほらすごいっしょ、ほらこの感じ、リアルだわこれ。マジでこのツヤ感を体験してほしい。めちゃくちゃ質感もいいし、すごい、ほらね、リアルでしょ。すげえなー、これが大津の面型兜。すっげえわ、大津の面型兜、ここやばいな、こんなだもんね、すげえな。ほら、続きまして2本目、パカリー、クラビゲール立てずの兜。やばい、これやばい、これすごい。裏側見て、裏側のほら、この辺の色彩見て、この辺の、わかります、この辺。うわ、すっげー、これちょっと鳥肌立ったんですよ、ここら辺見て。俺、やばくない？まあ足はね、いつも通りこの一色になっちゃってるんですけど、このボディの見て、この、でこの顔を見てください、顔、顔のリアル、これやばいよ、ほら顔の塗り、色彩、色、わかりますかね、これ。すっごいな、この角と、でここの、ここの色彩見て、ほら、この辺り、この辺り、ちょっとやばくないですか、ここら辺とか。やばいよこれ、ちょっと傑作に近いぐらいの色彩だと思います僕、これやばいです、これ。はい、この人ですね、80ミリの10箇所稼働、80、でかく感じる、80ミリこれ本当に。まあ一応データを見て言ってるんですけど、これ80ミリかな、さっきの大津の面型の方がちっちゃく見えるけど、あっち85ミリって書いてあったけど、まあいいか。でこれ10箇所稼働が変わらないということは、羽が開かないってことでございますね。いや、この顔ですよ、これやばくないですか、やばいよね。いや、動かすとね、すごいですよ、ほら見て、このなんか、これやっちゃうともう本物だもんね、ほらこれやばいよ、ほらこの絵、これやばいっしょ、ほら、うーわ、これやば、このやべえ、これもね、本物いますんで、こちらでございます。どうぞ。ほら。見て、このリアル。やばくないですか？もちろん個体差で、この角のね、大きさとかはちょっといろいろあったんで、ちょっとこれ似てんじゃないかなというので、用意したんですけどね。これ見ると面白いよね。本物いるんだ、みたいな。こんなの、これ見つけたら最高だよね、森で。やばい、これ。ここ持つのかな？怖っ。うわ、むず。かっこよ。これ。ここ持つのかな、こうやって捕まえたらこうやんのかな。うーわ、なんか、うーわ、本物みたい。うわー、すっげー、これめちゃくちゃいいな。これペルーにいるんですって、ペルーに、ペルー行きはこれ捕まえられますよ、わかんない。続きまして3本目、ばかりー、3本目はアトラス、おー、カブト出たー。今回のメインカブトムシでかいよ、125ミリ、10箇所稼働、でかいです。125ミリはでかい。いや、この色彩見て、この色だよ、ほらツヤ感。いや、造形もいいよ、ほらかっこいい。これがアトラスオオカブト、世界を支える巨人、アトラスから取ったアトラスオオカブト、見てください、この裏側リアルだな。この羽のここに、この継ぎ目にもしっかりと塗装が施されております、この裏側。そして今回はもう顔よ、この顔、顔がリアル。
この縁まで綺麗に塗装が入ってるからもうリアルで、これ稼働させるわけじゃないですか。これ見て、この稼働させるとさ妙にリアルじゃない。ああ俺の顔にピンと合っちゃった。こっちに当てようとしてんの。あ落ちた、足が落ちたよ。あいいね、これすげえいいよ。じゃあもう改めまして、ほら見てこれすげえよ、これほらこれ、うわめちゃくちゃよくできてんな。アトラスもいいな、ほらね、なんかこうコーカサスとかよりは小型らしいですけどね、やっぱりちょっと。でもなんかちょっとシャープでかっこいいっすね。この色何これ、こんな色やばいよアトラス。ちょみんなそう思うでしょ、こんな色って。じゃあもう本物の画像を用意しました、こちらね。ほらこれ見るとリアルすぎない、ほら比べると面白いな、やっぱり本物の画像と。やっぱ楽しいよね、ほらこれはすげえよくできてるな。フィリピンとかにいるんですって。これ森で見つけたら感動するよ。アトラスはカブトムシ界でもまあかっこいいよ。これ結構上位に入んじゃねえかな、かっこよさね。えヘラクレスもかっこいいけど、アトラスもいいよね。すげえかっこいい。これなんか無駄がないよね、この角の存在に。無駄がない、かっこいい。続きまして4本目、バカリーウガンデンシスオオツノカナブン、うわレア出ました。やった、嬉しい、素直に嬉しい。良いなこれ、良いよ。ほら色彩見て、これほら裏側が見て、このツヤ感とここの作りすげえよくできてる。ほらこの色彩も塗装見て、ここのここ見て、ここここすげえよくできてる。ほら色細かく塗って、このツヤ感すごくないですか。でこの背中のこの全身のこの色のつき、何よりこの胸部の色がいいな、用紙みたいに入ってて、うわ頭部もよくできてますよ。これがまた動くんでしょ、これ動いてるね、この動いてる、これ無理に動かすとね、なんかずれたりなんだよね、怖いんだよね、パキってなったら。だからあまり動かせないけど、でこうほら うわここしっかり、ここら辺のほらこの可動ですよ、この可動。ほらこれいいよね、この角一本かっこいいな、これ形ね。ねあれですね、やはりあのゴライアスっぽいですけどね、これね、あのカナブンって言ってるんですけど、ハナムグリなんだって、ハナムグリか。え、じゃあなんで、じゃあハナムグリにしなよ、大津のハナムグリにすればいいじゃん。カナブンにする必要あります？デンシス大津のカナブンじゃなくて、ハナムグリはハナムグリでよくない？まあ似てるもんね、カナブンっぽいもんね。でもでかいじゃん、もうこれね、これ90ミリだそうです、90ミリの10箇所稼働ね。えなんで多くない、なんか例えばヤモリね、ヒョウモントカゲモドキだけどヤモリなんですって。じゃあヒョウモンヤモリでいいじゃん、トカゲモドキにしなくていいじゃんみたいな。だけどヤモリだけどトカゲっぽい習性があるからとかなんでしょうけどね、壁上がれないとか、まぶたがあるとか、だからそう言うんですけど、いいじゃんヤモリなんだからって、分かりづらいじゃないです か。これだって別にカナブに似てるけどもね、顔はもう絶対的にもう形も鼻もぐりじゃん、大津の鼻もぐりじゃん、これじゃんね、ゴライアスに似てるじゃん形っていう。でこれやっぱりゴライアスよりも小ぶりなんですって、元々がね。で今回生き物大図鑑のカブトムシの0、5、4忘れちゃったけど、4かなんかのオリエンタリス持ってきてますんで、でオリエンタリスがどれぐらいでかいのかをちょっと比べましょうよ。こんな感じ、こんだけ違いますよ、ほら大きさ全然違うでしょ、ほらこの大きさですよ、これぐらい重なっちゃって、これぐらいの大きさの違い、でかいでしょこっち、ほらこれオリエンタリスでございます、ほらこれぐらい違うね。でもやっぱでかいね、いいですよね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいな、この青嬉しいわ、レアやっと手に入った、一発目で手に入るなかなかないんでね、これめちゃくちゃいいっすよ、ほら
ほら、この可動、この造形もいいしね。いや、これは嬉しいわ。これはこう飾っとくのめちゃくちゃいいっしょ。ほら、これこんなのいるのかってなるよね。画像もあります。どうぞこちらね、いるんですよ。これよくできてるでしょ。ほら、こんな感じ。比べると面白いな。やっぱりいいね、比べるの嬉しいね。うわー、嬉しい。レア、めちゃくちゃいいな。これほら、ウガンダにいるんですって。これウガンダ、すごくないですか。いや、これ、いや、もうここだ。やっぱここの、これ見て、この色のつき方綺麗、よくできてるわ。これは嬉しい。さあ、というわけで5種類中4種類ということで、リーチ、ストレートでリーチ。これすごいな、今回やばい、すげえ。リーチ、嬉しい。リーチ、あとはレアの電子数、なんだっけ、ウガンデンシス、ウガンデンシス大津のカナブのオレンジです。オレンジ、こちらのオレンジ、これだ。あと一つ。さあ、ラスト5本目。ガリー、5本目は大津の面型カブト。これは仕方ないよね。この頭部こんな風に入ってます。こちら腹部でございます。でこちらがランナーにね、ちゃんとこう足がこう入ってます。こうランナーで、あの1番2番3番に分かれて分かりやすく入ってて、こっちで触覚も入ってますんでね、こんな感じで。さあ、というわけで今回やばかった。ほんとバンダイさんの生き物大図鑑カウトムシ06、こちらも見て、この色の付き方とか造形めちゃくちゃいい。色彩もすごくないですか。めちゃくちゃリアルですよ。もちろん、あのほら、羽が開かないのはほんと残念なんですけどね。前のクワガタみたいに一個だけ開くの作ってくれないかな。これ希望でございます。ただもう今回すごいっすよ。これ、これめちゃくちゃリアルじゃないですか。でも本当にこれ出来めちゃくちゃいいんで、皆さんぜひ、皆さんこれ傑作揃いね。レアも多分出やすいんでね、2種類あるんで、レアなんで、ぜひとも皆さんやってみてください。めちゃくちゃいい。ね、都会に昆虫採集行ってきてください。ちょっと早めの採集。もう今からだったらね、まだまだありますんで、もう早くしないともしかしたら売り切れちゃいますよ。はい。さあ、ということで、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド、川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。めちゃくちゃすげえ。いい、今回。Oh, well, well.